A01 のつまみにシステムエクスクルーシブを割り当てる方法今回は A01 を使ってインテグラ7の音色パラメータを変更できるようにします例としてコントロールチェンジでは変更できないパラメータをシステムエクスクルーシブとしてつまみに割り当ててみましょうまず R1 から R4 つまみの割り当てを それぞれシス E. X. 一から四に変更します。上下のカーソルボタンで、R. 一に移動します。インクボタンを数回押し、シス E. X. 一を選択します。左右のカーソルボタンで R、R. 二三四へ移動し。同様に設定を変更します。インテグラセブンの音色を。 スーパーパナチュラルアコースティックプリセット50番 B3 ジャズ1にしますこのオルガン音色の各ハーモニックバーの値をシステムエクスクルーシブとして A01 のつまみに割り当てますメニューボタンからパッチパラメーター画面に入りますカーソルをシス EX1 に合わせて編集画面に入ります EX1 にはハーモニックバー16フィートを変更するシステムエクスクルーシブをセットしますカーソルを2段目に移動し S1 を押してモデル ID の入力欄を増やしますモデル ID を入力します次にコマンド ID を入力しますカーソルを三段目に移動し S 1> S 1を押してアド可変させたいデータの位置にカーソルを合わせて、 S 三を押します。これで完了です。シス EX 二から四についても同様に次のようなエクスクルーシブをセットしておきます。最後に一ボタンを長押しし、設定を保存しておきましょう。 これで,完了で,すでは実際にインテグラ7の音を聞いてみましょう。